後は、中国五代十国時代に、江戸を中心に、チャンス省、安記省、厚生省を支配した国。江南の豊かな経済力を背景に強制を、誇ったが、理により散脱され、南東にとって変わられた。建国者の陽光必須家は、露州合否権の人で、東末の混乱の中で初めは、軍島から軍に入り、浦井の東を急合して、故郷の露州を占領し、 唐の懐中策により、露州市市となった。その後も、周辺地域を切り取り、892年には、洋州を占領して、ワイナ南節土市になる。さらに、長江を遡って、中流域をも抑え、一大勢力圏を築いた。その後、南下する、朱善中と交渉し、ワイガの線を確保し、石膏に寄った五越と蘇州をめぐって争うが、これには敗北して蘇州は、 五越のものとなった。これらの勢力をもって902年に、唐より豪に封ぜられる。要秘曽家は自立はしたもののあくまで唐の、進化としての立場を貫いており、死ぬまで唐の言語を用い続けた。要皇密の力の源が、軍統勢力や唐の残存兵を集めて編成した、黒くとと呼ばれる、新鋭軍団である。この軍はすべて黒い鎧をつけたことからこの名前がある。 この軍をもって反対勢力の駆逐を行っていたが、しかしこの軍団に頼りすぎた結果、黒く元の指揮官である著厚氏と蝶が実権を握るようになる。905年に洋康秘蔵が死去すると、長南の洋厚氏が擁立される。この時期に厚生藩鎮を倒して領域を南に広げ、蘇からも学州、竹州を奪い、最大半島を実現する。 しかし、洋厚氏は完全な区靴であり、区靴であることを脱しようとしたために908年に暗殺され、弟の洋高子縁が新たな区靴として擁立される。同年に、著厚氏は、朝を排除して、権力を一手に握り、919年には洋高子縁をごおとし、自らは、大師となった。翌年に、洋高子縁が死ぬと弟の洋広氏を擁立し、全城へのお膳立てを整えたが、 927年に、除圧氏は、野望半ばにして死去する。その後、除圧氏の権力を引き継いだ養子の女子校は、ヨウヒロ氏を皇帝の地位に進めさせ、937年に、禅城を受けて、政を建国する。後に政は解消して、党となる。ありがとうございます。